バレットと告白の僕星のソーでゴーザソーロー キャフもキャフもキャフもハイテンションソータでーすソータでござんそーらハイテンションでーす <laughs> だってねだってねだってねうん、だってだって何回言ってんねん <laughs> ほらね前回の動画でも言ったけど俺黙ってるとこうハスに構えてると怖いってやっぱ思われちゃうから あとねあのー、やっぱ俺がね一番みんなにお伝えしたいことはみんなに与えたいことは元気だったり希望だったりうんきれいと言うねやって言うかもしんないけどさでも暗くなってたってねなんか拗ねて生きてたってよくならないし 逆にね、そんな方が俺は惨めだと思うんだよね。だから、こう、少しでもね、俺の動画を見てみんなに元気になってもらいたいの。だから、うん。だからって別に無理して元気にしてるわけじゃないよ。これが素の相当なんだけど、うん。みんな俺を見て元気になってくれたらなって思ってます。はい。ふふふ。俺もね、大変ですよ。自分で言うのもなんですけど、まあ、いろいろありますよ。でもね、でも、うん。 元気が一番、元気があれば何でもできるってよく言ったもんだよね。うん、ほんとですよ。うん。まあ、だから、まあ、見てる方には病気の方もいらっしゃると思いますし、悩みを抱えてる方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、僕みたいに、うん。でえ、<laughs> こうだるで。<laughs> で、あのね、作り笑いでもいいんだって。 あの、科学的にこれ証明されてんの。作り笑いでも免疫力上がったりとか、精神的に、あの、明るくなれたりとか、うん、うつ改善できたりとかするんだって。だから、まずは作り笑いから始めてみよう。うん。それがいつしか本当の笑いになれたら、素敵じゃない。じゃあ、えー、最後に、えー、ハイテンションだから、えー、なんか、うん、モノマネでもしようかな。<laughs> じゃあ、誰のモノマネか当てたら、超マニアックだから、ね、絶対当てられないと思うよ。いくよ。 わかったわかったかな正解は、ジュジュの学員でした。は <laughs> っ<日本笑>じゃあ次行くよ。ブラボーおーブラボーブラボーわかった誰の生まかわかったえっとね、ジュジュのね、ポルポルくん、ポルタルフだよ。<laughs> 超マニアックじゃあ次いくよ次いくよてめえは俺を怒らせた分かったじゃあ他のセリフいくよ貴様の範囲は一つだぜてめえは俺を怒らせた分かった これは自主の丈太郎全部徐々にやらないかいってツッコんでしょ突っ込んで突っ込んで <laughs> 全部徐々にやらないかいってうんそれがあのみんなの,あの元気の,あのきっかけになればと思いますうんじゃあみんないろいろあると思うけど元気にいこうぜ人生さうん ああ俺もきれい事言いたくないからただのねただの安っぽいきれいは言いたくないから言うけど人生ってほんと楽しいだけじゃねえよなうんだから辛いこともいっぱいあるしね頑張っても結果に結びつかないこととか結果出ないことあるでもうん元気があれば何でもできる一緒に転がってこうぜ